たいと思いますね。これはホームセンターで1000円ぐらいで買ったやつなんですけど、一瞬でフローズンドリンクが作れちゃうというものです。もうこの中身のカップは取り出して冷凍庫で冷やしてあります。なのでそれを今から持ってきてフローズンドリンクを作りたいと思います。はい、ほな行くで。くまず何をフローズンドリンクにしていくかを決めるんですけど、オレンジフローズン、コーラフローズン、アイスティーフローズン、ベリーフローズン、ココアフローズン、ヨーグルトフローズン。美味しそうだね、ココア。で、ここに書いてあるのは普通すぎる。あー、もっと自分らしいものが作りたいということで、オリジナルのやつを作っていきたいと思います。はい、で、今回用意したドリンクは、いっせーので、はい、うわーい。はい、こちらの4つです。夕張メロンゼリー、贅沢バニラミルク、いちごミックス、白い恋人チョコレートドリンクです。味抹茶ゼリーです。これがめちゃくちゃ楽しみだったので、この2つをやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、で、3日会場を冷やしてるカップがこちらです。付属のスプーンを使って作っていきます。で、ドリンクの方もちゃんとキンキンに冷やしてあります。この銀色の部分が冷却面なので、冷却面の上1センチは必ず残して入れていきます。では入れていきます。あ、めっちゃ美味しそう。おお、チョコの匂いする。白い恋人なの絶対美味しい。怖い。もうちょっとかな。超美味しい。混ぜます。あ、もうなんか順調に固まってきた。お、美味しい。壁にめちゃくちゃ張り付いてるの、あ、剥がしながらいきます。お、剥がれない。あ、これやり方分かった。こうやってやるな、壁を。そう。わあ、すごい。お、あ、いい感じ。いい感じ。ちょっと食べてみる。いい、食べて。ああ、いい。美味しいけど、まだなんか液体になってる。で、このドリンクを分けていきます。これはフローズンドリンクだから、本当はここにストローさせて飲むんだろうけど、両方味見したいのでこれ分けます。せーの、いただきます。じゃあまずいちごミルク。うん、おいしい。マジでいちごミルクって感じ。おいしい、おいしい。ふわってしてる氷。次、白い恋人チョコレートドリンク。うん、おいしい。濃厚。おいしい。ミルク感の強いチョコで、チョコの苦みは全然なくて、でもチョコの味がしっかりしておいしい。どっちもおいしい。液体になってた。これ液体じゃないよ。美味しい。このまま食べる方が美味しい。固まりすぎてもアイスみたいな感じ。うん、美味しいね。いや、美味しい。かき氷みたい。混ざんない。ココアみたいな味する。なんか最初にイチゴの味がして、その後チョコの味がしてっていう感じ。すごい美味しい。ちょっとずつ入れた方がすぐ固まります。で、こうやってちょっと入れて、こうやって壁にこうめちゃくちゃつけて、で、スプーンでこうやってそぎ落とします。壁につけて、これで完成。ママね、そのシャーベットをこそぎ落とす音がダメ。マジ？さっきから鳥肌が止まらない。じゃあ、あれじゃん、雪踏む音ダメじゃん。グググググ。僕は平気。この音無理。あ、分かる分かる分かる。これは無理。あの泡立て器とかをボウルの中にカッカキキ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 ってする音が無理。なんかフォークのお皿にさ、こすりつけるとキーってなるじゃん。それやだ、それやだ。考えるだけで嫌なんだよ。あの、でもボウルの中でカコンカコンカコンは平気だけど、ギギギギギギってなるのよ。もう嫌だ。わかるでしょ。何の話をしてんの。もうママフローズン食べてないのに寒い。
フローズン壁につける。この音やな。そう、やだ。なんで？さっきからずっと我慢してた。この音？皆さんこのコメント欄に私これ鳥肌立つ、鳥肌立つちゃった。私これ鳥肌立つ、この音嫌いっていうのを書いてください。あ、思い出した、黒板にチョークでキーだ。あとなんか学校のさ、お味噌汁とか入れてるやつあるじゃん、うん、お玉で集める時の音、無理。あ、あれじゃねえ、キー。あれいつも我慢してる。こういう音でしょ。うん、ん。そういう音じゃない、いつも鳥肌立つ。キー、こういう音やだよ。悪いやつだ。ちょっと食べてみて。美味しい。もう十分寒いんだけど、ママ、その音だけで。ありがとう。ココみたいな。ん？美味しい。何これ。え、二人ともこんな美味しいの食べてたの？うん、ココみたいな。めちゃめちゃ美味しくない、これ。めちゃめちゃ美味しい。何これ。わー、ただのイチゴなのか。こっちの方が美味しい。白い恋人のチョコレートドリンクが最強なんじゃない？うん、やばい。あと一缶残ってんのまま食べよう。もっと買ってくればよかったね、10本ぐらい。あれか、アマゾンで落ちればいい。すごいさ、その氷が、粒がさ、細かくて滑らかな氷だ ね、うん、すぐふわって溶けるよね。うん、おいしい。ごちそうさまでした。はい、はい、今回のこれで分かったこと、白い恋人ドリンクは最強、ハッピーミックス、めちゃくちゃシャーベット早く作れて美味しいということが分かりましたね。おすすめの 100% です。一瞬でシャーベットを作りたいという方、ぜひ買ってみてください。で、どんなドリンクでもできて、多分味噌汁とかでもできると思うので。お茶でも。トロピカーナの粒入りのオレンジとかをシャーベットにしたらめちゃくちゃ美味しいと思うので、やってみたいと思います。あとココアとか。そう、はい、ということで、ハピックスでシャーベットを作ってみたでした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も